はい、では二次方程式の一つの解が与えられているときに他の解を求めようと、あとは、定数だけど未知数の実数 A、B の値を求めてくださいという問題です。で、これも実数係数二次方程式であって、すでに分かっている一つの解が虚数ですから、まあもう一つの解も虚数のはずと。で、それがどういう虚数になるかを知ってる人はあっさりですが、まあそういう人は、まあ、これもうこの講義この先見る必要ないので、まあ、A、B の値を求めようはありますけど、それは多分簡単でしょう。で、でこれも丁寧にやっていきますと、少し記号に慣れたことを目論んで、方程式の他の解を x イコール θ たす di と置くと。で、ただ θ と d は実数と。なんか a、b に近いので、もうちょっと遠い数、文字にして紛らしくないようにしといた方がいいかもしれませんが、目が慣れてる人向けに、ちょっと慣れてない人は慣らしていく方向でいきます。で、x イコール θ たす di と置くと、もう解と係数の関係。これはなんか定数 AB の値を求めようって先に書かれているので、なんか AB を先に求めなきゃいけないと思ってこれを代入してとかいう愚直なことをやりたがる人がいるかもしれませんが、そこまでなんて言うんですかね、問題に側に寄り添う必要はないわけで、他の解を求めようが多分これ先に出ます。だ全部求まればいいので、ただ何を聞かれているかということは重視してください。定数 AB の値だけしか聞かれてない場合は真正面から求めに行った方が早い場合もあるかもしれません。この問題だったら私は代入して正面突破は嫌ですけど、ただものによります。なんか入試問題とかもうちょっと重厚長大な怖い問題出てきた時は、何を求めようと聞かれているのかを注意してください。この場合は二次方程式 とその解と係数に関する一通りの話を求めることが報われるので、こういう方針を取っています。ね、解と係数の関係はもう記号的に見やすくわざとしてないんですが、アルファたすベータイコールとマイナスなんぼという話で、だから一つ目の解が2たす 3i であって、たす c たす di イコールとマイナスの1分の a で、2つの解の積がと1分の b と。とでこれ式丸1丸2としておきましょうか。でそうすると、1より実部虚部について整理すると、2たす c たすことの3たす d 倍の i イコールマイナス a で、でここで右辺のマイナス a は実数だから、左辺の虚部が0であって、すなわち3たす d イコール0よって、 d イコールマイナス3が求まります。で次にこれを丸2に代入して、2たす 3i かけることの c とたす di ですが、 d イコールマイナス3なので c 引く 3i イコール b と。 b はまだ分かってないですけど、でここでなんとなくここのプラス 3i とマイナス 3i を見て安心してる人もいると思いますが、それは正しいんですが、すなわち 2c たす 3ci 引く 6i たすいくらだ9かイコール b で、 2c たす9たすことの3倍の c 引く2かけることの i イコール b で、b が実数だから、虚部が0と3倍の c 引く2イコール0ですが、まあ3は気にしなくても打って c が2と。したがって二次方程式のもう一つの解というのは x イコール c たす di でしたが、これが2引く 3i というふうに求まりました。
ょっとインクの出が悪くなってきましたけど。で、これがもうあの知ってる人には当然分かってる通り強弱複素数になっていると。黒で書いてられたな。で、これで一安心というわけですね。で、またと A っていうのはマイナスのだからここもう A をさっさと求めたいので A イコールの形で書きましたが、2たす 3i 足すことの2引く 3i ですからとマイナス4で B イコール2たす 3i かける2引く 3i で、これは複素数の展開を知ってる人はこういう数値計算にたびたび使ってほしいですけど、 A たす BI かけることの A 引く BI イコール A2 乗たす B2 乗の形で、なんとなく三平方臭い話が現れてきたら正解ですけど、あ、これ弱いと、イコールと2の2乗たす3の2乗って、まあ使い慣れていただくように書いておきますけど、イコール13ですね。4たす9です。ということで、これで他の解と定数 AB の値ですから全て求まったことになります。で、なおとこの元の方程式に AB の値決定した時点では、そこまでいくと、だからこれで答え問題の答えとしては終わりですけど、方程式は x2 乗引く 4x 足す13イコール0という形になって、で、これを因数分解すると、だからこれの2回があのこの2プラスマイナス 3i だと言ってるんですから、因数分解ができて x-2-3i かけることの x-2 で符号を入れ替わって足す 3i イコール0と因数分解できると。まあ、複素数の範囲での因数分解ってあんまりやらないかもしれませんが、で、これを展開するとこうなってます。それはのついでにそれも見せておくと、左辺が x-2 の2乗、足す3の2乗イコール0。ここでもだから複素数の展開因数分解の公式利用してますけど、だからこれがこうなって、そうするとあのなんか平方完成した時にと実数だったら絶対正になるような条件なので、で実数解を持たないことが分かって、これ移行するとマイナス、実数のマイナスが出てくるんでルート取ると虚数が現れてくると、そういう仕組みになってます。まあ意欲的な人はというか、あのもっと使っていきたい人はこういう二次方程式の一般論で、実数の時にはできなかったことが複素数ではできるという、そういう拡張のところから考えてみると、まあ習ってる人もいるかと思いますけど、こういうのを復習しておくとよろしいと思います。